ゃあまず紹介順ラインナップからいきます、はい、まずはなちゃんとみーちゃんが今2人とも来ております、はい、竹田のニットですね、はい、なんか英語かな私なんか単語かな単竹足袋以外足袋以外ね失礼しました単竹パンツですね。はい。はい、そして三点目。ポ。はい。ポです。ポ。ポ。ポートです。そして。可愛いね。この色めっちゃ好き。そして四点目。ニットカーディガンです。これほんまに可愛い。そうです。やった発売なんです。配色のねカーディガンでございます。四点目。そして五点目がベストですね。ニットベスト。五点目。これも可愛い。そして6点目が、2丈あるワイドパンツです。うん、はい、2丈あるので嬉しいですね。そうなんですよ。そして7点目が皆様お待ちかねのバッグです。で、まあ、7点目ではあるんですが、もうつどつど合わせていこうかなと、ね、はい、もうどんどんお見せしていきますので、はいはい、コーディネートこんな感じで合うんだなみたいなのを一緒に見ていただければ嬉しいなと思っております。はい、はい、うん、よし、竹さん、パン竹ですね。はい、じゃあ行きますよ。ちょっと動揺してるわ。はい、じゃあ行きます、はい、ケーブルニットプルオーバー品番が C の5712、 C の5712です。はい、みーちゃんが着ているのがオフホワイトです。かわいい。はい、そしてオレンジです。はい、うん、そして花ちゃん着ているのがベールブルーでございます。はい、はい、全部で3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3190円。イエーイ。そしてこちら10月20日の、8日の金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。イエーイ。はい、じゃあお願いします。はい、これはですね、最近メドスでもニット続々と出てたんですけど、うん、パンだけのニットって少なかった気がするので、うん、ちょっと低身長の私はすごい嬉しいなと思っておりまして、はい、ただのニットじゃなくってじゃん、こんな感じでちょっと編まれてるんですよね。で、なんかね、左右でちょっと違ったりして、うん、めっちゃおしゃれに見えるなって思います。で、ここだけじゃなくってお袖のところもこんな感じで、わかります？ケーブルっぽく編まれててめちゃくちゃ可愛いんです。カラバにも定番カラーはこれかなと思うんですけど、うん、オレンジとか花ちゃんのペールブルーとかもあって、はい、人と被りづらいなと思います。はい、うん、可愛い。で、2点目に紹介するパンツともめちゃくちゃ相性いいので、うん、ぜひセットでゲットしていただきたいなと思います。はい、はい、そうです。はい、オレンジと黒のスカート絶対可愛いと思います。オレンジかけるブラックね。でね、竹炭だから、合わせてくれてだからワンピースとかの上にも合わせやすいかな。あ、そうですね、うん、ワンピーの上にストーンって着るの絶対可愛いと思います。はい、うん、いいと思います。二人とも姉妹みたいだって。そう、一緒やから。そう、一緒だからね。あ、そうね、オレンジ眩しいぜ。でもめっちゃ可愛い。みーちゃんすごい似合うんじゃない？これでも得意な色な気がしますね。薬がすっごい、今日のあの口紅ともすごく相性がいいような気がします。可愛、うんうん、い、 い、うん、ちなみに、お洗濯はね、はい、手洗いでお願いします。はい、優しく洗ってあげてくださいね。です。はい、あ、そうだね、スカート見たいって言ってるからみーちゃんスカート合わせて着てもらおうかな。うん、あ、ペールブルーかわいい。そう、すごく優しくて爽やかなお色しております。しかもね、やっぱ前と後ろでデザインがアニメが全然違うので、表情がね、前から見た時と後ろから見た時が違うくて、着ていて楽しいニットでございます。見られても楽しいニットでございます。レイチェルさんがみーちゃん間に合ったかなって、間に合ったコメントくれてる。あ、え、コメント 見に来てくれたんですか。あ、そういうことか。ありがとうございます。そうです、ごめんなさい、ちょうど今言ってたんですけど、後ろはね、
編み編みはございません。普通のニットの編み目でございます。で、正面が編み編みになっているのと、腕ですね、ここが編み編みになっております。はい、毛玉できにくそうですか？一応ね、結構サラッとしてる感じの、柔らかいんですけど、すごく。でも糸自体は結構サラッとしてる感じで、こうよく見ていただいても、例えばこうおとついのニットみたいな感じで、こうなんだろう、毛羽立ったみたいな感じのニットとはまた違います。毛感がないというか、サラッとした感じのニットの中でもサラッとした感じの生地感です、糸ですね。なのでまだ毛羽玉は、ふわふわしすぎているニットよりかはできにくいかなと思いますが、お手入れはしてください。かわいいスカート合わせ、ね、かわいいですね、すごくかわいい。あ、ゆかりさん、あ、待って、ゆかりさん、ちょ、ゆりかさん、欲しいけど、もう少しだけ長かったらな、子供抱っこするとき、うん、お腹見えてしまう。そんなことないですよ。ないです。これね、まあ、1枚だとね、あれです、まあ、下ワンピース着ていただいたりとかしてもいいと思うんですけど、レイヤードもすごくかわいいと思いますよ。確かに、うん、中に入れる、そうそう、入れてもいいと思うし、うん、パンツもハイウエスト系のやつやったら全然見えないですよ。うん、さっきのところ、このスカートとかもいけそう、はい、です。オレンジが着てほしいから着てきますね。お願いします。うん、ですね、あ、上からコート羽織ると腕ゴワゴワするかなっていただいてるんですが、いやいや、ちょうどちょうどアウターが今日の、そうなんですよ、Sサイズ今日のコートがとてもいいんじゃないでしょうか。そうなんです。あ、全然ごわつかへん。すごくいいし、めっちゃ落ち着いてるね。ね、うん、このトーンの感じめっちゃ好きです。全然ごわついてないです。もちろんぴったりめなアウターやとちょっと難しいかもしれないんですけど、このアウターならできるので、次ご紹介するので持っててください。めっちゃ相性いいです。これ最近よくね、ライブで合わせてたり。そうだね、やっと今日です。あ、パンだけ苦手やけどレイヤードしたら大丈夫そう。そう、レイヤード今ねしましたよ。なのでよくしょ。あ、このバッグも可愛い。かんちゃいね、可愛い、お尻色です。かわいい。みーちゃん黄色がお尻色のようでございます。で、さっきコメントいただいてたので、はい、レイヤードをしてきました。あ、ほな、めっちゃいい勇気だよね。めっちゃいい。そうなんです。なので、お母さん方でこう赤ちゃん抱っことか、うん、ちょっとね、こう手を上げる時とかも多いと思うんですけど、うん、そういう時はもうシンプルに、そうですね、お手持ちのロンティーとか合わせていただいてもすごく可愛いと思います。お尻も隠れますもんね。そうですね、うん、そうですね。はい、そしたらオレンジ着てきました。こんな感じですね。かわいい。うん、やっぱ私オレンジとか黄色とか好きなのよ。ね、なんかパーソナルから知っててもやっぱ好きなの選んじゃうんですよね。選んじゃうね。はい。骨格ウェーブが短丈を着る時のコツはありますか？骨格ウェーブが、うん、骨格ウェーブというより私骨格診断で大事にしてることは、うん、苦手なトップスとか持ってくるときは、うん、ボトムスをもうめちゃめちゃ得意な形にしてます、うん、私やったらハイネックのやつと合わせるときは骨格ストレートなので、うん、マーメイドスカートにしたりしてるんですけど、うん、意外とそうするとハマるんですよね、うん、なので骨格ウェーブさんで言うと短丈で、あ、もうまさにこれフレアスカート合わせたりとか、はい、ハイウエストのもの合わせたりとかすると意外としっくりくるかなと思います。はい、はい、お、懐かしい、成立してください。お、せーの、私でもちゃんとやったことないです、見てただけ。せーの、前、横、後ろ、横、前、てれー、はい、360度。すごい、初めてかな、初めて、うわー、やりました。多分はい、ちょうど全身とあと服の感じと見ていただけたかなと思います。で、1枚で着れるかなって。1枚、インナーのしてことですか？そう、はちょっとね、生地感がね、なんか編み目から見えそうですね、うん、なのでインナーを着ていただいた方がいいかなと思います。うん、うん、はい、と思います。はい、今からでも涼しい時いけそうなくらいの暑さかな今。
神戸暑いんですよね、まだちょっとお住まいの地域にもよるかもしれないんですけど、北海道とか行ったら行けるんちゃうかな分からへんけど、行ったことないからそうだね、まああと厚みどのぐらいかなっていうのがあったんだけどね。厚みはね、割とほんまに想像するニットというか、うん、そうだね、あの通常のニットの分厚さやと思います、うん、厚すぎずなので、そう、ね、ただ確かにまだ、ちょっと汗ばんでくるような、気温の時にニットを着るとちょっと暑いかなっていう感じです、うん、めちゃめちゃ分厚いニットでもないし薄手のニットでもないし、本当にあのベーシックな、そうですね、ニットを想像していただけるといい感じの生地感かなと思います、うんうん、あ、シャツワンピの上からも着れます。シャツワンピシャツワンピないな、ごめんなさい。ただシャツワンピもめっちゃ可愛いと思います。ちなみに兄ちゃんさ、兄ちゃんのシャツあるから着てみる、うん、OK ですね。兄ちゃんのシャツ、ちょっとあのシャツワンピではないんですけど、兄ちゃんのシャツをちょっと中に着てもらって、で多分上の方のシャツ感は分かると思うので、それであとは白のなんかスカートみたいなものを合わせたら多分シャツワンピっぽくなると思うの で、 そうです、ね、うん、これもすごい、なので着回しが効きますね、すごく良きそうです、うん、はい、うん、そんなに分厚くないですよ、めちゃめちゃ薄くもない感じです。うん、腕上げたらおへそはちらり必ずするかな、そうだね、もうおへそはここです。やってくれたりとかしてた、もしかして。やってみたりします。着替えてるときたまにどっか飛んでるから私。はい、あの出ておへそは見えると思うので、こんな感じで対策もしてみてくださいね。そしてね、あのオレンジ可愛いけどブルベだからっていうコメントがあったんですけど、私もブルベでございますが、このオレンジめっちゃ大好きです。うん。じゃあちょっと下いきますね。わ。あ、他の色 OK です、みかん。兄ちゃんが今からどっち着る、兄ちゃん、私は水色着てないんで、水色、そうだ、水色着ようか。じゃあこれ水色です、はい、そしてお色がね、さっきのがペールブルーで、これがオフホワイトです、はい、それで花ちゃん着ているのがオレンジですね。これ全部あの3色展開になっております。で、うん、みーちゃんが持ってるバッグのさっきのバッグが今日紹介になりますよ。で、ね、はなちゃんのお白はね、私、うわ困ったな、悩みますね、これオレンジめっちゃ好きやねんけど、どうしよう。かわいい、でも似合いますよ、オレンジめっちゃ好きやね、うん、イメージあります。でも、ペールも好きやねん、ブルーメナッツって考えたらペールブルーかもしれないですね。ペールとオレンジ推しです、私は。このカバンとかはすごい合わせやすいと思いますよ。これいけてますかね、真っ白のスカートがない。そうだね、真っ白。あれは、あ、これに着ればよかったんか、うん、これ。あ、でもね、上がシャツじゃないからね、これをね、下にね、ちょっとほらこうやって合わせるだけやったら多分イメージはつけそうな気がする。スカート履いてくれたけど、でちょっと遠目やったら多分わかる。そうですね若干あのみーちゃんのあの下半身あたり、あのお腹から下あたりはちょっと皆さん目をぼやかせてみてください。目をぼやかせてみてください。あ、デニム OK です。この後みーちゃん出てきてくれたらありますね、私。うん、なんかあのぼやかしてこうやって見てください。あ、そうそう、こうやって見てください。とりあえずあの白シャツワンピースとか合わせたらこんな感じになると思います。絶対可愛い、絶対可愛いです、めっちゃいいと思います。すごい今埋もれちゃったね、下が。あと首だね、ちょっとじゃあアップいってもらって、はい、シャツを着た時、襟があるシャツだったらこう出しても可愛いと思うし、うん、こういいちゃんのねシャツだとね、ちょうど一緒ぐらいになっちゃうか、まあ、見えるか見えないかぐらいで、ちょっとレイヤードしてる感じで、これはこれ可愛いと思います。うん、うん、ありがとう。とんでもないです、すいません。よかったかな、いけるかな、十分かな、いけたか。うん、可愛いし絶対合うって言ってくれてありがとうございます。汗が、それから皆さんぼやけてみてください、ね、さっきのみーちゃんのやつは。シャツね、ワンピースがなくてごめんなさいね。じゃあ私
デニム、うん、合わせてくる。OK です。きます。そしてあの無理やりそのコーデに着せてしまったのですぐ着替えてくるね。そしてみーちゃんに着替えてくるこれがね、こうあこうなってもこれかなんかシャツのミニワンって今年トレンドじゃないですか、うんうん、これにこれがちょっと伸びたらと考えてめっちゃいいロングブーツ合わせとかも可愛い。めっちゃいいと思います。ほんまやほんまや、ナイスナイス、すごくいいと思う。できるかな。ちょっとじゃあアップになろう。うんと、はらちゃんのインナー知りたいです。はらちゃんのインナー、あ、品番かな。品番いきますね。後ろがボタンのやつです。そうです、 C4941、 C の4941です。 C の4941です。あ、デニムは絶対かわいい、めっちゃかわいいです。デニムかわいいって感じ。ペールブルーには何色のデニムが合いますか。何色でも合うけど、この時期やったらインディゴ系かな。ちょっと暗めのデニム、ね、そう合わせるのが可愛いと思います。はい、これとか。あ、かわいい。ちなみにオレンジデニムです。ブルーデニムが絶対かわいい。この相性はほんまにいいと思います。うん、かわいい。で、あのちょっとブルー、でもね、ライトブルーにしてしまうとあのちょっとあれかもしれない。そうです ね。あ、かわいい。かわいいと思います。めっちゃかわいい。うん、なんかデニムはもう皆さん安心して一瞬デニムに変えてきます。着てください。はいね、ペールブルーにグレーデニムもすごくいいと思います。ブルーに薄い色のデニムやと、そうなんです、ぼやけるかもしれないので、まあ、あの例えばデニムは単丈なので、デニムの薄いみーちゃんが着てるペールブルーとデニムの薄いお色を履くんだったら、例えば黒のベルトをデニムにこうねしてちょっとメリハリ出すとかだったら結構おしゃれに、であとは、まあ、持つバッグとか靴を黒にしてしまうとかで締めるとすごくいいかも、うん、とか思います。で、オレンジ欲しい、すごくね、私もね、今ゆらゆらと心が揺らいでおります。ペールブルー推しだったんだけど、うん、花柄ワンピとかの上からでももちろんいいと思いますよ。ちょっと花柄ワンピがないんだけども、これは何なのかわからないか、最近出たね、花柄ではないんですけど、こんな感じでも全然買うのでね、はい、見えてるかな、いいと思いますよ。あ、いいやいいやいいや、デニム合わせいいやいいや、いいちゃんと来たもん、うん、おしゃれ、かわいい、めっちゃおしゃれね、うん、しかもかわいい、これにさ、あ、絶対かわいい、あ、これちょっとカラーが合えば、あのショルダーとかでさ、かわいいね、あ、もうかわいい、かわいい、どうしましょうどうしましょう、かわいい、かわいい。そしてちなみにみーちゃんのペールブルーにも、はい、あ、合います、はい、合います。かわいい、大人に着ていただけるじゃないか、ブルーかける黒とかになるとすごく大人に着ていただけるかなと思いますよ。はい、はい、よいしょ息継ぎしてるあ、いいですね、あやこさん、カーキパンツも合いそうやって、いいと思う、あ、カーキ、おるいいやん、あ、いいと思います、あ、かわいい、おしゃれ配色、ほんまや、めっちゃおしゃれ配色、めっちゃかわいい、しかもそれこそこの間のエリさんのコラボのスカートのカーキ、モカーキもめっちゃ合うと思います、確かに合いそう、全色合うと思います、うん、ロングデニムスカートも合いますか。もちろん合います。デニムでこんだけ合ってるので、うん、スカートになったらもうさらに女性らしく可愛いと思います。はい、はい、で、あかねさんがペールブルーにブラウン系のボトムが喧嘩しちゃう。ペールブルーにブラウン系の、え、私めっちゃ好きです、めっちゃいいと思います。ブルーとブラウンの合わせめっちゃ飽きしちゃう、うん、おしゃれで飽きしちゃいます、めっちゃいいと思います、めっちゃ可愛いです、ぜひしてほしい、履く、あ、履いてきてるか、多分すごい似合うと思うから履いてきます、履いてもらいます、うん、しかもちょうどこれも新作やね、この後紹介するんですけど、そうそうそう、めっちゃいいと思います。しかもね、みーちゃんめっちゃ合うんですよ、あのボトム、ね、細く見えますよね、めっちゃ細く見えて、朝からみーちゃん履いてて、みーちゃんそのパンツめっちゃ似合ってるっていう話をしていたという話でございましたはなちゃんのパンツは何ですか。
店舗コラボのデニムですね。品番が M の3341 でございます。そうです、店舗デニムのスミプラでございます。レイヤードせずに着るのは短すぎて無理なのかな。いえいえ、あとね、最初私もみーちゃんもレイヤードせずに着ておりました。で、全然着れます。なんなら店舗デニムとかもこれじゃあインするんですけど、あの腕を上げるとやっぱりおへそは見えてしまうんですけど、普通に下ろせる感じだと全然着ていただけます。ほら、なのでおへそより、あの、まあ私おへそここなんですけど、ある程度おへそより上の、股上のボトムスであれば全然いいと思います。スカートとかもね、いいと思いますよ。かわいいね、かわいいですね。めっちゃいい、かわいいな、めっちゃいいな。柄ワンピに柄のあるニットは合わないかな。柄のワンピースに柄のニットはちょっと激しいかなと思うんですけど、あのこのデザインがあるニット、編み目にデザインがあるニットと柄のスカートとかワンピースは全然もう満体大丈夫だと思います。ただニットが、この今日のニットではなくって、ニット自体に柄があるニットと柄のね、ガラガラになっちゃうから、うん、あれだとめっちゃハート着てる。だってほら、このコーデすごくかわいい。めっちゃハート着てる。めっちゃハート着てるとか。この帽子めっちゃかわいい。さっきレイヤードしてたんですけど、ちょっとなしで着てみました。うん、はい、これもめっちゃかわいいです。うんうん。おしゃれ配色。おしゃれ配色でございます。うん、ね、柄のものに着てるね。うん、私ガードル今日はね、履いてません。この間履いてて、あ、そうなんですか。お腹ぽっこりだった。そうです。はるちゃんはブルーで夏でございます。はい、みーちゃんイブスプリングですね。です。うん、ね、ななさんがタイトやマーメイドスカート似合うかなって。え、絶対かわいい。マーメイドがね、柄しかないんやけど、うん、これマーメイドです。絶対にかわいい。めっちゃいい。あ、いいね、かわいいですよね。いい、すごくいい。さっきのカラーすごくいい、あ、すごくいい。それに、はい、あ、かわいい。良きですね。めっちゃかわいい。してほしい、してほしい。マーメイドめっちゃ好きです。マーメイドはすごくすっきり着ていただけると思います。特に本当に低身長さんとか、うん、みーちゃんとかめちゃめちゃいいと思います。うん、すっきりして見えますね。うん、そうだね。うん、しかもトップスがね、このゆとり、もう横幅でゆとりもあったりするので、うん、足元、あのすっきりめのもの合わせていただくとすごく相性もいいと思いますよ。はい、あ、ニットノーマークだったけど欲しくなってきたって、うん、みーちゃんもこのニットほんま使えると思います。めっちゃ使える。うん、今結構みーちゃんも私もレイヤードしたりとか、シャツ合わせたり、あのロング、うんうん、ロンティー合わせたりってしてるし、ボトムスもいろいろ合わせてたので、結構使い回しはいけるかなと思いますよ。はい、はい、で、どうですかね。ですかね。はい、あと、みーちゃんのパンツは今日紹介ですか。です。そうだろう、もう行こうか。あ、ですね。じゃあ私が着替えておきます。お願いします。ね、伸びるタイトスカート合わせできますかみたいなコメントがさっきあったと思うんですけど、うん、多分これですよね。ミニパイでやったやついいと思います。かな、めっちゃ伸びるやつ多分これだと思うんですけど、絶対に合います。ちょっと今黒しかないんですけど、水色黒も可愛いし、これでモノトーンで、うん、ちょっと差し色バッグ持っても絶対可愛い。みーちゃん、はい、それめっちゃいいですよね。うん、え、何色にしようかな。あ、でも今年っぽくていいですよ。うん、カラーね、いいね。あ、絶対可愛い。すごい似てるかな。いけてます。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、合わせてほしい。これやっぱりあの上半身にこう、うん、装飾があったり、タンタケだったりするので、うん、やっぱりボトムスをすっきり見せてあげるとかなりコスミすると思うので、ぜひぜひ。私も持ってます。品番がね、 M の2394 です。もうレタスがずっと人気のやつです。はい、じゃあこのままちょっとボトムスだけちょっと履き替えてきたのでいきます。